ブダシリは、モンゴル帝国の大ハーン、文宗トクテムルの皇后。漢字表記は、占い統出座と、コンギラト部族の有力家系である、ロー家の出身。母は、トクテムルの父会社の姉妹で、母方を通じて、トクテムルのいとこにあたる。ハーン家と代々通婚してきた名門の娘である、ことから、即位以前の王族徳、テムルの政府人となり、 トクテムルが海王に封ぜられて、港南に住まわされたのに従った。1328年、トクテムルが軍閥エルテムルに擁立されて即位すると皇后に建てられる。夫との間には、エルテグスらの子があった。1332年8月に、トクテムルが没すると、献身エルテムルは、トクテムルの子エルテグスの擁立を望んだが、皇后部だしりは、 トクテムルの遺言を尊重するとして、トクテムルの兄、民衆コシラの維持を後継者に立てることを主張した。エルテムルは、コシラの維持を擁立するにあたり、県政を維持するために、後世に流されている、年長の兄トゴンテムルの即位を望まず、わずか7歳の弟、イリンジバルを選んだ。イリンジバルがハーンに即位すると11月にブダシリは、皇太号に作立されたが、 即位からわずか2ヶ月後の12月に、イリンジバルは病死した。エルテムルは再び、エルテグスの擁立をブダシリに望んだが、ブダシリは、エルテグスが、ハーミーを継ぐにはまだ幼いことを理由に誇示し、こちらの、長男トゴンテムルが13歳であるから、これを立てるのが適当であると主張した。このため、ブダシリの意思により、トゴンテムルが後世から呼び戻されて即位し、ブダシリは、 不都大王の尊号を立て祀られて折衝したが、政治の実験は、軍閥のエルテムル、ついで、エルテムルの死後には別の軍閥バヤンの手にあって、ブダシリとトゴンテムルは9月に過ぎなかった。しかし、トゴンテムルは成長して20代に入る頃には、実験がないことをこらえがたく、感じるようになり、バヤンの先生政治に不満を持っていたバヤンの、追い徳とくと結んで、クーデターを起こさせ、 バヤンを打倒した。この政変の煽りで、バヤンによって、トゴンテムルの後継者に内定していた、エルテグスは皇太子を廃され、実母のふと皇太子ブダシリと共に追放された。エルテグスは、皇来に流される途中で殺害され、ブダシリも追放先の東安州で急死した。元史巻40巡定本義一資源6年6月日の絵る、小鉄分層病種、 シフト交代後不当室佐東安州安置、法大使燕町腰を駒。ありがとうございます。